今ファンになっておけば10年後降参だよ。皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきているのは鳥取カロ港というところに来ました。鳥取県でございますよ。実はですね、鳥取港海鮮市場カロ市っていうところをやったんですよね。それがあそこにあるところなんですよ。前回のカロ市の動画でこの真向かいの方も評判が良かったらやろうかなと言ってたんですけど、評判も良かったし、何よりそのコメント欄でいやいやいや、そんなところに行くなら真向かいの市場食堂行くわとか書かれてたし、そのあっちの人も食べるならここがいいですよっていうのも来てたんで、じゃあ実際どうなんやっちゅうので来てみました。まあ、鳥取はねそういう感じなので、まあ、中はどんなものか漁っていくので、海鮮好き絶対にグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方登録お願いします。ということで今回来てるのは鳥取漁港。漁港というより漁港の近くにある市場みたいな場所です。鳥取空港から車で5分以内で着くことができます。で、地図を見たらわかると思うんですけど、真向かいに前にやったカロ市があるんですよ。つまり、カロ市と同じです。まあ、ここに行くか、カロ市に行くかは、この動画を見て決めてねっていう感じですよね。ちなみにちょうどこの場所の左手に市場食堂があるんですよ。まだ時間が朝の9時とかなんで、空いてはないんですけどね。もちろん車で来ることが大前提なんで、駐車場はちゃんとあります。で、ここの海側の方に卸売市場があるんですよ。まあ、ここに関しては多分競りオンリーだと思うし、我々漁港関係者じゃない人から見ても面白くはないと思います。そして駐車場はここだけじゃなくて、めちゃくちゃあります。規模に対してかなり多い印象です。そしてカニをめっちゃ推してるのがわかります。それとスルメ。1列1080円。1列で売ってるの？破格のお値段。こうやって回して乾かすことによって、ハエがつかないんですよね。で、ちなみに外の方にもイケスみたいなのがありました。あ、ヒラメみたいなのがいます。山陰、冬の絶品味覚。鳥取カロ港、松葉ガニ。ちなみにこっち側の中はほぼ魚屋さんでした。あとお土産屋さんがあったりと。加工品はカニ型かまぼこと。なんか富山にこれの魚版がありましたよね。鮮魚は赤イカと、そのたちらほらと。あとカニですね。値段は物によって違います。すごいな。赤イカがめちゃくちゃありますね。ちなみに先ほどのカニセンターの横にも、カニの駅中村商店みたいなところもありました。それプラスまた違うお店もあるみたい。で、ここの場合はお店が一つの建物に集まってないので、まあ、全部見るのにちょっと距離があるので、まあ、歩くのが嫌いな人は注意しましょう。それとこっち側にも駐車場があるので、最悪車で移動しちゃっても大丈夫かも。あれ？観光バス？皆さん注意しましょう。そしてここの中村商店の前にパネルがあるので、ここに顔をはめてほーえんやーって言いながら写真を撮っておきましょう。ちなみにこっちの方は鮮魚店というより市場の魚屋さんに雰囲気が近いです。やっぱりここも赤イカ、値段はだいたい7000円から9000円。え、皆さんは赤イカ丸ごと買ったことありますか？ちなみにベニズアイ売ってるけど、取れる場所は境港の方で、こっちでは取れないみたいです。同じ鳥取でも違いますからね。そして鳥取名物、モサエビ。一皿で1800円。干物系もちゃんとありました。そして奥の方に行くと、卸売市場の方に行ってます。それと先ほど聞いたところ、ここの競りは8時からやってるらしいですね。地方の方にしては遅いです。市場の人のほとんど YouTube 見てますって言われて、カロイチの時の動画めっちゃ見たって言われて、最初見せたところと2軒目見せたところっていうのは経営してる人が全部違うというので、まあそういうことですよ。そしてまだ見せてない最後の建物、なんか一つだけ独立しているような感じですね。やっぱりカニをしてました。で、本当にカロ港周辺はまた他の地方と違った面白さがあるので、砂丘に飽きたらここに来てみるのもいいかもですよ。そしてカニのオブジェの前にイケスちゃんといました。セイコガニ1杯350円。とりあえず3店舗回ったんですけど、飲食店は基本的にあそこの市場食堂オンリーと口揃えてみんな言うんですよ。あそこにある市場食堂が一番いいですよということなんで、ちょっとね、開店時間に合わせて行きたいと思います。コスパが良くて量もあっていいらしい。カロイチのせいでイメージが下がってしまったこの鳥取、イメージをね、ちょっとあげたい。カロイチの方の詐欺屋、もう一回見に行ったんですけど、ちょっとその様子はね、またメンバーシップで、はい、出してるので、よかったらそちら見てください。ということで皆さんおすすめの市場食堂、ボリュームたっぷり、海鮮丼、刺身定食、共に1180円。今回この2つ頼んでみようかな。ご飯は大盛り、普通、少なめをご注文くださいと。おかわり自由、無料です。
そして他のメニューで素材の暴力丼だとこんな感じです。まあ、これに関しては海鮮丼にウニとかをつけた版みたいな感じですね。食堂は2カ所出入り口があるみたい。で、もう1個の入り口が最初に見せたところですね。営業時間が10時半から昼までで、土日だと30分ずれてます。っていうか昼営業なのに長いですね。で、隣のカルイチが1店舗除いて14時までなんで、その1店舗行くならこっちってなりますからね。当店はセルフサービスになってますと。まずはレジまで進んであそこで注文するらしい。ちなみに外のメニュー以外にも細かいものもありました。ごちゃ混ぜ海鮮丼とか780円って安すぎるな。てか本ズワイガニ丼で2480円もなかなか安い。まあ、クオリティがわからないけどね。で、先に注文してお会計して番号札で呼ばれます。フードコートシステム。店内は市場食堂という名前だけど、ファミレスチックみたいな感じで、頼んだのが刺身定食の大盛りと海鮮丼の大盛り。まずは海鮮丼の方から。味噌汁と小鉢がついてきました。大盛りとは言ったものの、あまり大盛り感はないかも。ネタが甘エビ、イカ、カンパチ、カツオのたたき、タイ、サーモン、そういうタイプの海鮮丼ですね。ネタは厚切りタイプ。丼もかなりデカめだから、見た目が大盛りには見えないけど、食べてみるとボリュームがあるタイプなのかもしれない。で、味噌汁はわかめのやつで、これが刺身定食。ご飯が大盛りだけど、おかわり無料ですから。で、小鉢は基本同じで、ネタは海鮮丼と同じですね。で、切り方が違うのとタコがあることくらいか。ちなみに5分しないうちに蓋つきました。味噌汁は割と食堂とかでよく出る白味噌のやつで、小鉢が佃煮の味がするシーチキンのやつと漬物でした。じゃあまずは海鮮丼からいきましょうか。醤油がちょっと濃そうなんで、まあ、ネタをつけて食べましょうかね。サーモンは割とあっさりめな身で食べやすいです。それで醤油が案の定濃いので、ちょっとずつつけて食べるのがいいです。ご飯はちょい柔らかめの温かい白飯。どうだろう、時間が経つとネタがぬるくなっちゃう系かも。カツオのたたきはサイズ感は大きめだけど、なんか食感が緩いというか、そんな感じで、マダイは薄いんですけど、プリプリした食感で食べ応えがあります。でも、マダイの味わいみたいなのはあまり感じなかったですね。で、ブリは身がコリコリしてます。まあ、厚みもあって食べ応えもあるので、まあ、これは好みで、現段階ではこの海鮮丼、美味しい海鮮丼というより、安くて満足感がある海鮮丼っていう感じですね。でも、ちゃんと平均点のネタの良さがあります。甘エビもよくあるようなやつで、甘エビ特有の濃厚な甘みというのはあまり感じなかったです。ただ僕甘エビですみたいな自己紹介をしてる甘エビでした。それとイカそうめんですね。で、これは他と比べて量が少ないなと。まあ、これは白イカらしいですけどね。まあ、ただこれ他の観光市場とかだったら1600円ぐらいで出そうなクオリティを1180円と、ありえないくらい安いので、まあ、そう考えたらかなり良心的。で、刺身定食の方なんですけど、基本ご飯は海鮮丼と同じです。ブリは薄めの身で4切れ入ってました。やっぱり海鮮丼と違ってネタが冷たい。刺身定食は熱が伝わるとかないからな。油が乗っててコリコリして美味しいです。で、カツオのたたきも薄めです。海鮮丼同様、身は緩い。生姜とか薬味がついてなかったんですけど、まあ、別にそれもいらないくらいの緩さでした。で、タコなんですけど、身の硬さ的にマダコとかじゃないですよね。おそらくイイダコかなと。で、マダイは海鮮丼と同じ。これで海鮮丼、刺身定食、統合に1180円ですから。どうです?やっぱ一軒だけじゃないですか。カロイチのあっちにその評判高い海鮮丼屋があるんですよ。で、今回はカロイチの回じゃないけど、まあ、カロイチ真向かいにあるんで、ちょっと行ってみようか。ということで、カロコーの人がおすすめだよって教えてくれたところ、前のカロイチの回でちょっと映してたところですね。ちなみに木曜日が定休日らしくて、お休みでした。しょうがないんで、あっちの真向かいのあそこ行きます。あそこもまあまあ評判高いんでね。あっちに関しては、この動画の評判が良かったら、このカロイチの2週目の回で行きたいと思います。ここ写真と違うんでやめた方がいいですよ。そうなの?ということで、2軒目はこちらですね。外にメニューがあるんですけど、すごいですよ。カツイカ姿作りとかある。2530円。でもこれは基本函館朝市行ったら食べられるからな。でもこっちは白いから。難しいところですよね。これは好み。ちなみに他のメニューで見るとこんな感じ。店内はめっちゃ広くて、イケスもあるし、お座敷もある。お座敷からだとこんな感じでイケスが見えます。あっちの方に白イカが泳いでて、注文が入るとあそこから取って調理するみたいです。ちなみに白イカの姿作りはサイズによって値段が違うみたいです。そこは函館のイカとは違うみたいですね。それででかいイカが入った時のメニュー。
あとはモサエビだったりイサキだったりと。海鮮丼もすごいな、2800円。じゃあこれと白イカの姿作りを注文します。あれが調理されるわけか。ということでまずは海鮮丼、これで2800円。隣のサギアとそんなに値段変わらないけど、クオリティがレベチ。ネタはカニとスジコ、アワビ、モサエビ、イカ、ウニ、ホタテなど、丼は高さがあるタイプ。外味噌汁と茶蒸し。これがカツイカ定食、先ほど泳いでたやつですね。外天ぷらもついてました。食べられるかな。動いてる。おー、動いてる動いてる。じゃあ醤油をかけて海鮮丼からいきましょう。おっと、カニの爪はスカスカ。カニの爪は繊維味が強いけど身は柔らかめ。そしてカニの殻に入ってるスジコね、これスジコじゃなくてイクラでした。結構食感のあるイクラ。ご飯はめっちゃ柔らかい昆布のかかった酢飯。だいぶ優しめです。海鮮とよく合う。イカは沖漬けと普通のがありました。沖漬けの方はそんなに味が染み込んでる感じはしなかったです。で、食感に関しては普通のイカと同じでねっとりめでした。うなぎだいぶ薄いですね。あまり食べた感じはしなかったかな。で、基本的にネタは一種類ずつって感じでした。で、モサエビ、だいぶホロホロした身ですね。特に言えることはないかも。で、煮アワビに関しても、よくレトルトパックとかに入ってるやつですよね。おせちとかに使われるようなやつ。で、ウニです。なんか全体的に薄いというか、ネタにあまり風味を感じないというか、そんな感じの海鮮丼ですね。妙にチャーもないし、ウニの風味もそんなに感じない。それで2800円。まあ、観光市場、そして鳥取っていう値段で見たらちょい高い気がする。まあ、茶碗蒸しもよくあるやつですね。外銀杏入ってました。じゃあカツイカ定食いっちゃいましょう。見分ける目が入った細身のカットですね。食感は動いてるレベルなのでしっかりめ。味は醤油です。ゲソとあそこはすごいですよ。吸盤が口の中で噛みついてくるんですよ。まあ、これはスルメイカだろうがスミイカ、アオリイカ、白イカ、全部吸盤同じなので、気になる方はぜひやってみましょう。これは美味しいイカを食べたいっていうより、動いてるイカを食べてやるぜっていうパフォーマンスですよね。付属してた塩辛はよく市販で売ってるようなやつで、まあ、特別感があるような感じはなかったです。天ぷらは衣も中身もふんわりしたような食感で、非常に優しくて美味しいです。天ぷらは余ったゲストエンペラーを使ったらしいです。で、これで3300円。結構いいお値段。だけど、ボリュームはすごいですよ。さあ皆さん、今回どうでしたか？感想をコメント欄に書いてください。今回でいやめちゃめちゃ食べたな。お腹のキャパが結構やばいんで、はい、カロイチのまた別の店舗は、まあ、この動画の評判次第でまた攻めたいと思うので、皆さんの応援が俺のパワーになる。絶対にグッドボタンとチャンネル登録待ってるからね。ポチッとイエーイ。